はい、どうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールに集まりました。いやー、ということでですね、やってまいりました。シエナさんと XG ちゃんたちがついに同じ画面にということで、これ素晴らしいですね。見ていきたいと思います。収録ボタンをファイということで、今回はですね、スタジオラブさんのラブスタジオズということで、オフィシャル YouTube から XG さんたちと一緒に TGIF を見て、リアクションされているその姿を見ていきたいなというところでございます。で、実はですね、もう皆様お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、シエナさん、新田ダンススクールにご出演いただいている方でございますということで、概要欄の方にインタビューの動画を載せておきたいと思いますので、ぜひぜひシエナさんのそのお人柄もっともっと知りたいなというふうに思った方は動画の方を見ていただけると、世界的ダンサーさんとして数多くのアーティストの方たちの振り付けを作られているシエナさんだからこそ到達しているその視野といいますかね、あとはそのアーティストの方たちとの関わりだったりとか、もう本当にプライベートじゃないですけど、もうどうしてシエナさんがそのダンスを始めたのかとか、そういうところのお話もいろいろ聞けると思いますので、楽しみに見ていただきたいと思います。では見ていきましょうということで、で後半部分ではですね、見ていきながらシエナさんが、これはビデオの前ではおっしゃっていなかったんですけれども、今思えば XG さんたちの振り付けすごくこう多数やっていらっしゃる中で、なるほどな、あの時おっしゃっていたのはこういうことだったのかなって思うことがあったので、そこについてもお話ししていきたいと思います。まずはちょっとリアクションでございますね。行ってみましょう。レッツラゴーズ。1、2、3。わお。あ、これシエナさんの今お隣にいらっしゃるこのオレンジの髪の方は、シエナさんの妹さんですね。ご姉妹でダンサーさんでいらっしゃいます。日本にいらっしゃった時もちょうどいらっしゃってましたね。わーお。あれ、サイモンさんもいらっしゃる。わーお。おめちゃめちゃ感動していただいてる。わあ。これあれですかね、 XG ちゃんたちもここ見るタイミング初だったりするのかな、リアクション。わあ、やっぱここよね。アンビジュアルズ。なんかもうこの構図めちゃくちゃエモくないですか。サイモンさんもいらっしゃって、 XG ちゃんたちいて、シエナさんいて、もうチーム XG っていう感じすごいですね。本当に激エモです。あー、ヘアスタイルね、すごかったですもんね、ちさちゃんね。すごい、みんなラブ。これ本当に世界中のダンサーさんが憧れるあれですよ、スウェットというかパーカーとアイテムですね。やっぱり、あ、ラブ行ってきたのみたいな風になるというか、みんながみんな着れるわけでもなかったような気がするんだよね。 BTS のメンバーの皆さんも着ていらっしゃったりとかありましたけどね。うわー、すごい、やっぱこうやってかっこいいですね、こうやって見るとね。イエース。もう本当に集中して見てくださってる感じとか、本当にシエナさんのそのリアクションというか、表裏がないじゃないですけれども、とにかくいいものに対してもうめちゃくちゃいいねってすごく言ってくださる方なので、本当にもう根っこからダンスだったりとか音楽を愛していらっしゃる方だなっていうふうに思いますね。サイモンさんはもう出来上がった映像とかも分かってるわけですもんね。だからこの周りの反応も含めながら一緒に見てるっていう感じですかね。シエナさんの反応とかもね。あー、ネイルね。ファイヤー。チュン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 。わーお。もうすごいですね、あんたらめっちゃやばいでっていうことすごい言ってくれてますね。もうね、全然違うわと。あ、椅子があったから、もしかしたらガールギャングのリハじゃないですか、あれ。First of all, the aesthetic itself, fire.
fire. Like wardrobe, location, the cinematography. もう全部褒めてくれてますね。その椎名さん映像に関しても、まあ、本当にいろんなミュージックビデオに携わってるというか、まあ、ダンスの観点で携わっていらっしゃったりとか、もちろんその大きいコンサートとかの演出だったりとかも携わっていらっしゃる方なので、ダンスだけでなくダンスをこうどう見せていくかとか、アーティストがどう見えていくかみたいなところの、まあ、やっぱりディレクションもできる方なので、そのあたりの角度からも見てくださってると思うんですよね。単純にダンスめっちゃいいだけじゃなくて、映像のクオリティもそうですし、もちろんファッションっていう部分もそうですけれども、あとはそのシネマグラフィー、ビデオグラフィーのこともおっしゃってましたけども、やっぱりこの映像めちゃめちゃイケてるねっていう、もうファイヤーがすごい多発されてましたけど もうファイヤーっていう時は大体向こうの方たちからするとマジでやべえというところの意味合いになるのかなというふうに思うので、嬉しいですね。わーすごい、めちゃくちゃ喜んでくれてますね。本当に本当に感動してくださってる。ゆっくり休んでねっていう感じですかね、今のはね。わお、素晴らしい。さっきのお話なんですけども、実は椎名さんとそのご飯を他のスタッフの方とかも含めて食べながら、その振り付けをいろいろされている中で、椎名さんがやっぱりそのやりたいことというか、椎名さんの目指すものって何ですかみたいな、結構まず真面目なね固い質問をしちゃったんですけども、そこに対して、おっしゃっていたのが、振り付けを作るときに、一番やっぱり自分がやりたいと思うのは、とにかくダンスに思いっきり振った振り付けを作りたいっていうのをすごくおっしゃっていて、もちろんその歌との兼ね合いの部分はあるんですけれども、業界として TikTok でバズるダンスをしたいとか、 SNS でバズる用のとか、商業的なダンスっていう風な、まあ、捉え方をダンス界の中では割とするかなっていう風に思うんですけども、そういう商業的な方に全振りしてるようなものよりかは、やっぱりダンスの素晴らしさとか、ダンスのその根本的な本質的な部分をしっかりと表現していくような振り付けをしたいっていう風におっしゃっていたんですよね。で、XG さんたちのこう今までのこうラインナップを見ているときに、もちろんダンスチャレンジとして出ているものもあるんですけれども、全体的にやっぱりレベルがすごく高いのと、簡単に真似できそうなものかっていうと、結構コツをつかむのが難しいよねだったりとか、で振り付けも TGIF とかもそうですし、ニューダンスもそうですし、例えばティピートーズとかもそうなんですけれども、かなり楽曲のコンセプトに全振りしたダンスが多いなっていうふうに僕は個人的に見ているところもありまして、でそのあたりでいくと、椎名さんがその前回前お会いした時におっしゃっていた、本当にやりたいこと、アーティストの人たちと一緒に全力でダンスに向き合うという、その、トレンドとか真似しやすさとかキャッチーさとかではなく、本当にかっこいいダンスを作るっていう、そこが多分たくさんできてるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。いろんな作品現場ごとに最高峰のやっぱり振り付けと忠実な楽曲のその世界観に対してのまっすぐなアプローチがダンスの中でできているんじゃないかなっていうふうに見ているところもありまして、椎名さんの振り付けって全体的にやっぱり難易度が高いんですよね。難易度と運動量の多さっていうところがちょっとやっぱりズバ抜けてるなというふうに思いますし、全身を使って踊らなければいけないというか、じゃないとかっこよさが出せなかったりとか、ある一定以上のダンスのレベルがないとやっぱりついていけないレベルのダンスが多いんですよね。なのでその意味で言うと、 XG ちゃんたちというその存在と椎名さんというこのお二つの何でしょう、このケミストリーみたいなもので言うと本当にすごいんだろうなっていうふうに思っていて、でそれが実際に前回の Heads in the Cloud の LA だったりとか、KCON LA だったりとかで椎名さんたちががっつりバックアップダンサーとして入ってくださって、一緒にステージを作っていた時のあの容赦ないパフォーマンスっていうんですかね、あそこまでバックダンサーさんたちを椎名さんが用意してくださって、
で、そのダンサーさんたちと一緒にやっていくっていうところの、あそこまであの XG さんたちに全力でこう向き合ってダンスっていう側面から思いっきりアプローチをしてくださってるっていう、本当にあの手加減なしで向き合ってくださってるんだなっていうのを感じたので、そういう意味でいくとやっぱり今一番こうやりたいことができてる振り付けを担当しているグループのお一つなんじゃないかなっていうふうに XG さんたちを見ていて感じる部分でもありますし、今のこのリアクションを見ていても間違いなくあの椎名さん本当にこれは満足してくださっているというか、あの感動してくださっているというか、もっともっと XG さんたちと一緒にやっていきたいっていうで志してる部分とかもかなり近い部分はあると思っていて、椎名さんのその何でしょうね、ビジョンみたいなところの話も聞いたんですけど、やっぱり本当にアーティスティックな方であり、その時の流れ、時代の流れ、フローっていうものにある一定のその身を任せるみたいな状態も含めながら、自分のやれることやりたいことについて全力で取り組んでいくみたいなお話があったので、そのあたりも XG ちゃんたちのマインドみたいなところと結構共通する部分も多いんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。もちろん見てる視座はすごく高いです。ワールドクラスのもうトップクラスのダンサーさんだからこそ求めるクオリティも高いんですが、同時にその結果だけではなくてプロセスの部分でじゃあどういう練習したらいいのかとか、どういう風にみんなで作っていくのがいいのかっていうところもすごくこう考えながら取り組まれている方なんだなっていうところも改めて感じまして、本当にあのインタビューさせていただいてもものすごい包容力というか、バニールスタッフさんたちも含めてですけども、みんなが明るくなるとんでもない太陽みたいな方だったので、お生まれが確かハワイっていうところもあるので、まあそういうなんでしょうね、少し自然の空気感だったりとか、世の中をもうちょっとこう俯瞰して、自分の一人の、まあ、人間と、あとはその何でしょう、周りのカルチャーだったりとか大地だったりとか空気だったり空だったりとか、そういうところまで本当にこう地球っていうところと自分と、あとは周りの友達と仲間とっていう、そういう本当に素敵なネットワークというか、うん、を築かれてる方だなというふうにも思ったので、あんまり日本だと実感できないような感覚のお話だけれども、なんかでもそれって確かに子供の頃それだったよなみたいな、そういう初心というか、本当にこう人間が生物としてじゃないですけども、生き物としてこの地球上にいるっていうところからの、やはり原点を原点としたパフォーマンスというか人生観みたいなものにはすごくこう胸を打たれた部分もあったので、すごい方だなっていうところのお話をしたかったなっていうふうに思うところでございます。気になる方はぜひぜひインタビュー動画も見ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、ついっ。